毎度ブーです。今回は梅田でおすすめのグルメを紹介します。大阪駅から徒歩5分リンクス梅田1階にあります。フルーツパーラーベーカリーシーズン&コースタイリッシュで可愛らしい雰囲気のカフェです。こちらがメニューです。季節のフルーツを使ったパフェやパンケーキ、フレンチトーストなどのデザートをはじめ、ハンバーガー、サンドイッチといった軽食も楽しむことができます。アルコールメニューもあります。こちらのショーケースに並んだスイーツはテイクアウトも可能です。チョコレートでできた可愛らしいクマさんが乗ったパリブレスト、シュークリーム、マリトッツォが人気です。今回いただいたのはクマさんが乗ったマリトッツォ、クマトッツォ。しっかりとボリュームはありますが、優しい甘さなのでペロリと食べれてしまいます。すべてが可愛らしいおすすめのカフェなので、皆さんもぜひ一度行ってみてください。